三浜町三尾三尾は、和歌山県日高郡三浜町の大技。郵便番号は644-0045。本校ではかつて同区域に存在した日高郡三尾村についても記す。19世紀末から20世紀前半にかけて多くの移民を排出したことから、アメリカ村として知られる。三浜町の西部にあたる。東では田、北で、日高町産湯、北、西で、 道長は鬼接する。南で、紀伊水道に面し、南西端に日の尾崎がある。東西を海岸沿いに、和歌山県道24号5号由良線が横断し、和歌山県道187号日の岬公園線が、日の岬方面に分岐する。神宮皇后の白木征伐後、帰路の途中の畜死で、本田脇野村を出産した。 自身の立場が危うくなることを恐れた、押熊王らの反乱がとで発生したため、神宮皇后は中心であった、竹内スクネに、本田明の村を託し、紀州に向かわせ、自身は戸へ向かった。しかし、押熊王の勢力は強かったため、竹内の故郷である紀伊に下り、そこで軍備を固めることとなった。竹内スクネに連れられた本田明の村一行は、大引けから三尾においでになった。 皇后も三尾においでになり、今の会う母の磯でお母ぐるゴ王子が再会を果たしたと言われていることから、母に会うと書き、会う母という地名になったとされている。三尾の裏磯にある大きな洞窟。万葉集に似て、クメの枠号なる伝説上の人物が雨宿りをする様子が描かれている。三尾が位置する日のお先は、かつて南海バスが買い取り、日の岬パークなる。 小遊園地を形成していた。その名残で路線名が日の三崎パークとなっている。日の三崎パークはかつては年間の入場者数70万人を超えた関西の人気スポットの一つだった。三美村に関するカテゴリー。ありがとうございます。